さん翼返ししましょうか。よざは翼でいきましょう。今持っているもので勝負しろ。これね、与沢さんもありましたよね。なんか、与沢さんの格言とかで調べたら、なんか、今持っているもので勝負しろっていう言葉が、与沢さんもありました。<laughs> <laughs> まあ手持ちのカードで勝負しろみたいな話ですよね。<laughs> まあ、似たりよったりね、感じで、みんなまあ、大体言葉は違うけど、あの言いたいことはあの一緒みたいなね。 そうなんですよねそう今持ってるもので勝負できないんだったらそもそも勝負できないよねっていう, <laughs> うんいつ勝負すんのっていう話ですよねそ,うその持ってないものはいつ手に入れられるんですかっていう <laughs> いや僕初心者なんでっていうじゃあいつ初心者脱出するんですかと <laughs> 初心者でも今日から始めろよとね今日から始めない初心者はずっと初心者だよっていうね <laughs> 今のいいんじゃないですか。うん、今日から始めない初心者はずっと初心者だっていう。あこれ結構よくないですか今の。今のパッで出たけど、今日から始めない初心者はずっと初心者だみたいな。これいいな。これちょっと降りてきましたね、今。<laughs> ね、そうだからね、あのーとにかく、とにかく時間は待ってくれないし、まあ、今年も、ね、気づいたらもう10月ですよ。どうですか ?10 月ですよ。 え、まあ、11、12終わりですよ、今年。超早くないですか、まあ、僕も気づいたら40になりましたけど、どうすか、今年。クソ早くないですかもう10月ですよ。11、12終わりですよ、もう。<laughs> 時間は待ってくれない。いってらっしゃい。